ここがですねあのアビス海門台の上空3 5 0 0ルにある気候変動予測に関する展示フロアです。まあ最初にあるのは、えー、1946年今から76年前にできた最初の汎用電子計算機です。それで、えー、とエニアックっていうんですけどもこの頃はまだあのハードディスクとかメモリーとか がなくてえ電源が切れると、えー、データがなくなるということでその電源入れるたびにこのプログラマーが一生懸命、えっと、入力し直すというようなことをしてたんで、えー、たくさんの,あの女性のプログラマーが活躍しました。ここに6人の人がいて、まあ、この人たちがその電動入りしているんですけども。 それでこのエニアックで最初にまあ弾道計算とかそれからあのどっかの作戦上陸作戦の時のえ気象予測とかに浮かわれた最初ですね、はい。でそれからその10年後ここにあるコンピュータがえーが LPG30 とい LP っ,ってロイヤル・マクビーという会社のが販売した。 えー、コンピューターでたった10年でこれぐらいのサイズだったんですけども、えー、これを使って、えー、エドワード・ローレンツさんっていう人が、まあ、いろいろ気象を研究してた、えー、とここにですね一応解説があってそれでまあ,ある日、えー、だから61年だから約60年ちょっと前ですね えっとある日なんか研究していたら、61年そうです、ね、で昨日の計算を、えー、もう一回、えー、の続きをしたんですねで。前回算出されたデータの中,中間と途中の数値を、まあ、そのまま計算に入れて、えー、スタートしようとしたら。えー 全然あの同じ結果が出るはずだったのが昨日とは全く違う、うん、気象予測の計算結果が出ちゃった。それで、えー、といつもあのすぐ壊れるんでコンピューターが壊れたんだろうと思ったらそうではなくて、えー、実はその前日プリントアウトしたのがあの小数点下3桁までの数字なんですけど実際には6桁まで入っていて。 その3桁より以下の部分の数字が変わってた、えー、わずか千分の1で、えー、大きくその計算結果が変わったということです。この,この辺があの全部あの、元茶さんの展示なんですけども、それで、えーっとえー、そういうことでたどり着いたのが、えー、カオスということですね。はい それで、えーえーななえー、と普通はまあそのカースっていうことを発見したということはまあ、えー、数日以上の予測は不可能なんだということを発見したというふうにまあみんな思ってるんですけど実はそれだけではなかったんですね。それでその気象モデルっていうのをいろいろ簡略化するとですね その彼が発見したその、えー、方程式っていうのはここに宙に浮いてるんですけどねそれでまあ土茶さんをなんかフランス語も、えー、直接読めたりですね、えー、歴史も詳しかったりするんだけどこの方程式も分、えー、かってたみたいでですねそれでえっ、ー、とそのロネンツは これをその物理モデルで,す、ね、で再現した、うん、えと。このバケツがです、ね、穴開いてるんですね。で穴が開いてるから、えー、と今上から、えーとえー、水の代わりに、えー、ビー玉が、えー、落ちてるんですけども。はい、そしてそこに溜まると。えーと 重心のバランスが崩れて回り出すんだけども、うん、全部穴が開いてるので、えー、いつも量が変わるんですね。なるほど。で、常に真、えーまあ、上から落ちてるから、えー、右に回るのか左に回るのか、こういうふうに溜まってきます。そうすると重心がバランスが崩れて回り始めます。うんうん またにさんをか、しごろく。イチにさん、しごろく。イチにさん、しごろく。イチにさん、しご。イ一二三。ん、し。イチにさん、

123このように周期運動じゃないんですよねそのいくつ回るかっていうのは本当にランダムそれで全くランダムかというとですね実はまあ大体34ぐらい平均したらぐらいの回って10回ぐらい以上回るってこともあんまりないんですよね ある範囲内なんですねそれでこのあの重心位置っていうのがまあ左右にこう変わりますえそれとその回転角速度これをグラフにしてですねえ横の YouTube ボードをクリックします一回クリックして赤くなったらもう一回クリックするそうすると音楽とともに音楽うるさいからちょっと聞くか えとこ,こっち、えー、ずっと同じ方向に回ってるかと思うと、あ今度は逆方向ですね。に回って戻って、うん、こまたこっち回ってますけども、はいえー、逆回転も始めますで。戻って、えっ、ー、と、 ま片方ばっかり回ってるんですかね。あ、反対側に回り始めました。こっち側回ってますね、今、セカに。で、また戻って。で、まあ、このように、えっと、結構回転方向がランダムに変わる。それから回転回数も、うん、多かったり短かったり。いう、ちょうどその水車の動きがこういう形になると、実はこの、 えー、蝶々が羽を広げたような形になってですねでこれは何を表しているかというと、えー、全くデタラメに回っているわけじゃなくてあのちょうどある範囲内にそれもあの2箇所ですね、えー、2箇所これ実はアトラクタって呼ぶんですけども、えー、2つの状態の周りを行き来しているだからカオスというのは全くデタラメではなくてある決まりが あるんですよねそれで実はこれとあの気象の,あの現象と完全にあの直接はリンクしてないんですあまり単純化してしすぎてるので、えー、だからじゃあこれが実際に気象ではどういうふうになるのかっていうのは、えー、ちょっと簡単には直接言えないんですけども、えー、ちょっとこちらの方に来てもらうとですねえー このグラフは、えー、過去80万年の間に、えー、今現在がこの左、えー、右端ですね、えー、それで、えー、暖かかった時期から、えー、と昔は氷期寒かったんですね青いところそれからその10万年ぐらい前に暖かくてまたその後寒くなっててだいたい10万年周期で 暖かい寒いを繰り返してるんですけれどもこれも、えー、気象に2つのモードがあるんですね。えー、っと地球の上にあの氷床があったりそれが溶けたりまあ氷床が乗ってる地球というのは不安定で、えー、カオスっていう振る舞いがあってそれで、まあ、天体運動のわずかなこの変化というのがこういうふうに気温の、うん、2つの状態。 氷記と間氷記という2つの状態を表すということでこれもあのカオスの性質です。でそれでまあ全然じゃあどうしたらいいんだという話になるんだけどもまあたいあ,ある状態の範囲に収まるということがあってそれで次にこの隣を見ます。 それで、これはですね、えー、これ、エルニーニョの、うん<ー>えー、9ヶ月予測、えー、横軸が、えー、9ヶ月ですね、えー、さっきまで予測してます。それで、いっぱい線があるのは全部で25の気象、えー、モデルで計算してます。そそれれれで、それぞれの,あの えと気象日本のモデルも JMA 気象庁ののがあるんですけどもそれぞれがその1回の計算で出したんじゃなくて20回ぐらい計算してやっぱりあのたくさん計算したらそのうちの平均を取るという形でそれをアンサンブル計算っていうんですけどもだからたくさんやってる回ってるうちに大体あの先ほどの水車も大体まあ平均したら五ぐらいのところ5回ぐらい回ってるなとか。 三回ぐらい待ってるんだかっていうふうにたくさん、うん、計算したなんか当たるなという、うん、な,ぜなぜか <laughs> それで、えー、これはそれをその、えー、25世界中の25のモデルで計算してるんですけどこのうち黄色い線見てもらうと黄色い線がこの25のモデルを平均した<均>アンサンブル、うん、マルチモデルアンサンブルっていうんです、ねうん、それでペケ ペケが観測データです。実際に観測しデータ。はい、ーそれでこのエルニーニョっていうのは、えー、上に行くとエルニーニョの状態、そのペルー沖があったかい。<あ>それで線が、えー、っと<に>今、下に行かないけども、下に行くとラニーニャっていって、今もそうですけどもあの、フィリピン沖が暖かくなると。 で海の中の、まあ、シーソー現象を表しているんですけれども、さて、じゃあ,あの、今ですね、この黄色とこのペケ印見てもらったら、大体今、合ってて、だんだん、ですねああったあったもう一回いくね、はいえと、もう一回始めるよえペック、X と黄色、大体合ってるんですよね。うん、でところが、ここからが外れてるんです。 いきどれもそれでまた元に戻ったでちょうどこの2014年っていうのはそのエルニーニョの特大のエルニーニョが起きてう、えーまあ、そういうことで、えー、この時だけはもうどのモデルも、えー、予測できなかったんですけどもその年を除くと、えー、その時を除くと大体アンサンブルマルチモデルアンサンブルっていうのはあの 観測データとそんなに大きく外れない。うん、っていうのがその,あのなぜかっていうのは分からないんだけども、えー、みんなで計算すると、えー、それで平均したものは、えー、それぞれの一つのモデルで何回も計算するよりもいくつものモデルで計算した方があのよく合うと。うんうん、それで、えっと、これはまあなんかその あるモデル作ってしたりによると、まあ、一生懸命自分のモデルをよく、よくしよう、よくしようとしてるんだけども。<laughs> それよりは人のと一緒になって平均した方が、あの、いい結果出て、ちょっと虚しいというような話もあります。<laughs> うん、な,るなるほど。それで、えー、ただ、その、全部が全部でせっかくやって、あの、ええー、ばらつくっていうよりは。 なんか偏ってるで、どれも同じ間違いをしていると、共通の欠,陥がある欠点があるということにすると、いくつものモデルを平均してもあの答えは偏ることもありうんですけど、とりあえず今、幸いにもですね、えー、の特別な年、スーパーエルミーニョみたいな時は外すんだけども、えー、長い年数を平均すると、だいたい収まると。 えー、数年に一度会わないときもあるけども、えー、10年、20年平均すると大体会うということで、あのえー、それで、まあ、あの長期離測もできるんじゃないかなというふうに、今みんな,なんか思い始めて、まあ、やり始めて、ですねそれで、えーっと、ちょっとそこからさっき、ちょっとモデルの話になるんですけども。はい えー、この隣がとても精度が一番きれいに見えてる時期はい、えっと夜の部分と昼の部分で違うんですが太陽からの光があの来るとですね、まあ、あの紫外線とか赤外線とかは大体、えー、途中であの オゾン層に吸収されたりあるいは大気に吸収されてしまあ結局、えー、地上に届く太陽の光っていうのは大体、まあ、視光に集まってるんですね。それで可視光が地上に届くんだけども大体、えー、空気のところは、まあ、透明なんですよね。そしてあの雲は反射している白いから。はい白いですね。だから、えーとえー、から結局太陽 るエネルギーというのはその透明な空気で、えー、晴れのところは直接地球地上を温めだけども、うんえー、雲のところで反射するとそれでえー、っと雲が反射されないところは地上や海を温めるんで温、えー、めたあ海や大地は、えー、赤外線を出します。うん で、えー、と最初の可視光だと素通りしたんですけども可視光では空気のところは温まらなくて地上を温めた赤外線になると、はい、赤外線は今度は水蒸気とか二酸化炭素とかメタンとかそういう特定の分子を温めます、えー、吸収されます。はい 吸収されて、その温まったものがまた赤外線を出します。それで、えー、そういうことが、まあ、あのぐちゃぐちゃあの行ったり来たりしている、えー、ことで、えーまあ、地球が温暖化するとういうことに、まあ、なるんですけども、はい、それで、えー、それをそのモデルにしたのがあの真鍋九郎さんだったと。 真鍋さんはその最初その自分の論文、うん、書いた時に、まあ、本当に正しいかどうかは自信がなかったそうなんですね。はあ、それでまあの論文出してればそのうちあの同じ分野で研究している人がいろいろケチつけたりして、うん、間違い見つけてくれるだろうと思ってたら <laughs> まあしばらくしてもどうも誰もあのおかしいとは言ってこないんで。うんあー じゃあ、もしかしたら合ってるのかなとうん、うん、あいうことで、えーまあ、それがで、まあ、温暖化の研究が始まったわけですけども、はい、それで、えーまあ、この辺になるとですね南部、えー、式をしっかり見てもですね、正しいかどうかわからない、まあ、やってみた結果をその、まあ、何年もの,あの長い間の観測データと合わせてみて、えー、うまく説明できたらまあ正しいかなと。 うん、いうようなことで、えー、本当に正しいかどうかっていうのは、まあ、なかなかわ、えーえー、からないっていうのが、うんまあ、今の、えー、世界なんですね。うん、だから、まあ、トランプ大統領が信じないって言われても、まあえー、それと比べて私も、えー、そんなに、えー、正しいかどうか見抜いてるわけじゃないんですよね、結局は。だからその、<laughs> えー 今気候を研究をするっていう研究の仕組みの中で、えー、っといろいろこ,うこの揺さぶりをかけてそれで、えー、観測と照らし合わせてで、まあ、あのあこれで大体今あの前のことがよく説明できるから、えー、将来もいけるんじゃないかなとうんいうようなことに結局はなるんですよね。うんで私はあの元々はあの えー、流体力学をやってたんですけども、まあ、特にあの船の周りの流体力学ですけども、あのー、回転する地球の中の流体っていうところも一応計算はあの勉強まではしたんだけども,もうその頃と今とでやっぱり計算の能力が全然違うんですね。でそういうい意味で 別に IPCC のレポート1500ページぐらいあるんですけども、うん、まあプリントアウトするだけでも大変ですけど、まあ、その辺の,あの、えっと、ポイントになるグラフを選んで、まあ、読,む読むんだけども、まあ、本当に分かってるわけではなくて、まあ、いろいろ参,参照データもあってでみんなが査読してると。 左読というのは全あの,同僚あの同じ分野を研究している人が左読するので人の研究はやっぱりケチつけたいですよね。自分, <laughs> 自分を先に発見したらいかんから。そうやって足の引っ張り合いしながら生、えー、き抜いてということがあるのでやっぱり左読もそれなりに意味があるのでそういう仕組みを信じれば、えーえーっとまあ、それなりの結果が出てるんじゃないかなと。それでえー 今あの、気候変動でどんなことをしているかというのは、ちょっとこっちのグラフを見てもらうと、皆さん、これますかね。えっ、ー、と、これはですね、過去、えー、これ、こっち、えー、と右端が2010年。 かな2000 2000年ですねそれで、えー、と右の方が800年だから過去1200年の間にいろんな1200年の間気候気象観測所があったわけはないんでだいたいせいぜい、えー、500年ぐらいの歴史ですかね気象観測だからあの完全に、えー、即記で測った 基本ではなくて、え珊、ー、瑚礁とか、年輪とか。そういうものから、推定した。やつがこの灰色。なんですね。灰色の部分というのは、だからまあ。正しいことかどうかわからないから。こう濃淡で出てきてますけども。それに対して、この。赤い線。と青い線というのは、えー。モデルの平均。モデルで計算、過去を計算した時の平均。 それで、えー、と例えば赤い線っていうのは、えー、と太陽の影響が強く現れるような形で計算してますそれで世の、まあ、中、えー、と太陽活動によって温暖化してるんだ人間が作った CO2 じゃないんだというふうに言われてるんだけども、はい、この上の方がですねその、えー、外力に当たるところで。 えと火山活動の影響それから、えー、と真ん中が太陽活動の影響ですね。はい、で太陽のその黒点のちょうどあの11年周期で、えー、増減を繰り返してるんですけども、えー、とこのあちょうど1500年前後は寒かった。でえーと その商標期と言われて、まあ、寒寒ロンドンテームズ川は凍ったとかですね、まあ、そういう時もあったし、えー、それより昔の、えー、1000年頃はあのは、えー、グリーンランドが本当にあの沿岸が緑に覆われていた、本当にグリーンなやつだったということで、この頃は、えー、バイキングが北の方で活躍したんですけども、こういう暖かい時期もあったんだけども。 そういう効果も計算してやったんだけどその中で二酸化炭素というのはこういうふうにビューンと増えてるんですよね。それで、えーえーとまあ、そういう過去に一番大体合うようなふうにパラメータを調整してます。まあ,あの世の中の人たちちゃんと温暖化になるように勝手にコンピューターの数字を変えてんだろうと。 いう通りあの書いてるんですが、えー、ただそれはその1200年にわたってだいたい合うように、えー、したと。うん。それであのコンピューターであのすべて厳密に計算しているわけじゃなくて、はい。えっと例えばあの水平解像度というのは、えー、100キロとかですね、数十キロとか海の中ではですね。 だけども、延、えー、直方向、垂直方向はもうちょっと細かくくんですね、100メートルずつとか、そうすると全部、その、えー、8枚切りの食パンみたいに、正方形がずらっと並んだ格子で計算してるんじゃなくてこう、8枚切り食パンみたいにして計算してるもんだから、やっぱり、その過程がいっぱいあるんですよね。 だからそういう過程をやるんだけどそれはその時々で毎回その合うように変えるんじゃなくてこの1200年で全部合うように計算したでその中で太陽の効果をより強く表現できるものもえようなケースもやって,てみたんだけどまあそれでこれでいくとこのパラメーターのままで えー、将来を計算してる、ね、それもあと全部で、えー、50ぐらい世界で50ぐらいあるモデル使ってですねすごいそれがあのこれなんですねだからえっ、ー、と将来が温暖化になるように調整したっていうんじゃなくて過去 えー、1200年になるように調整したやつでそのまま将来計算したそれも、まあ、何十回もしたそれぞれがあの2 3 0回してそれを全部で世界で、えー、50ぐらいのモデルで計算したでその時に、えー、将来でどれぐらいその二酸化炭素が増えるかっていうのは経済発展シナリオによって変わるんで、えー、で,できるだけ頑張ったところと、えー、ほったらかしたところで赤いやつは大体ほったらかした状態で。 計算したら、まあえー、2度以上上がるしそれからあのもし抑え,えれば1度ぐらいで収まる、えー、とこれを、えー、昔からやってますんで、えー、と温暖化が始まる頃と比べてその今1.5度以内に抑えたいというふうにあの言ってるのがこの辺りなんですよね。でこれより超えると 温暖化のペースというのがその生態系が適応するスピ,ードスピードを越しちゃってですねどうなるかわからないと、うん、いうことがあ,あってみんな、えー、1.5度に何とか抑えたいというふうに、うん、思っているわけですけども、まあ、そういうことにしてる。それで ただ、えっと、最初言ったようにあのモデルが共通して間違っていることがあったらそのアンサンブル平均してもあの偏った結果が出ちゃうのでやっぱりモデルのあが正しいかどうかというのは盛んにあの研究が行われたみたいです。それが先ほどの雲の研究なんですねちょっとと戻るとですね。 えっとこの高緯度の雲っていうのは実はこう横に流れてるんですよね。水平方向の対流っていうのが影響されてるんでこういう筋になったり渦巻いたりしてます。でこれはみんなね低い雲なんですね。うんこういうふうにですね低い雲とそれから熱帯の方はですね なんてなんて言ったらいいかなこれ熱帯の雲なんだけどもうんまああのどういったにかわかんないんだけどまあとにかく高さが何倍も高いんですよね。えー、っと、えー、だから高緯度の雲は水平低い雲が水平方向に動いててで熱帯の方はそ,のそれぞれが、えー、綿あめみたいに、えー、ちょっと。 固まっててそれがまあ垂直に伸びてるっていう感じこの辺がちょっとこれでわかるかなまあそれで、えー、雲についてもそういうタイプが違うんですけどじゃあこれが、えー、温暖化が進んだら、あのー、どんなふうにその、えー、と地球を温める方向に雲が変わるのか、えー、それとも冷やす方向に雲が変わるのか。 えと雲がたくさん増えれば反射するんで、えーえー、と地球太陽から来る光がにうち、えー、反射すると地球冷えるんですよね。だけども逆にその、えーえー、と水蒸気がたくさんあれば、えー、温室効果が高くなるし、えー、そういう、えー、その辺の,あの温,か温める効果っていうのが。 一番そのモデル間で大き,く大きな違いがあったはいそれでそこをまあなんとか改良しようというのがまあこのここ10年ぐらいそういうことが取り組まれてそれでまあ日本の,あの女性の研究者の対馬さんっていう、はい、今あのイギリスの方で研究してるんですけどもまあその人が日本にいて横浜にある ジャムスティックのあところにいた頃に、えー、っとこの雲があその温暖化したらどういうふうに温室、えー、効果をその強める方向に行くのかそうでないのかっていうのを確かめる方法として、えー、っと温暖化するまでに何十,十何年もかかるのを、えー、見てられないので、えー、夏と冬 季節変化でかなりあの地球全体の季節変化が、えー、23度ぐらい変わる平均してもです、ね、北半球、南半球平均しても、まあ、北半球それぞれ、えー、10度以上変わりますけども地球全体で、えー、と平均化しても納豆冬でやっぱり23度変わるでちょうど温暖化の影響と同じですね。 でまあ、それを使ってその雲のがその温暖化したらどういうふうにそれを強める方向に行くのか弱める方向に行くのかっていうことをあのあのちょうど真鍋先生と一緒にえっと導き出したんですよね。はい、まあそういうこともあって、えー、だんだんそのモデル間の違いというのもえ修正されて、まあ、今の結果に なったぶんで、まあ、多分その足,足音を考えればまあ正しいんだろう。であとはその1.5度に抑えるのと超えるのとでどれぐらいインパクトがあるのかということっていうのはさらに難しい問題なんだけどもあのえっとまあそれを抑えるためには本当にうん二酸化炭素 素の排出量をあのゼロにしたり回収したりしなきゃいけないということで、まあ、大変なんですけども、まあ、そういうことを、まあ、これから、えー、大事になってくるとそれでちょっとこのフロアに他のを見せるとですね、えー、とこちらに並んでるのが、まあ、その、えー ジャムステックの,あの横浜にある研究所にある、えっと、ちょうど、えっと、4代目の地球シミュレーターですね実物大ですそれでその一つ前がですね、えっと、こちらですねちょっと一部分だけこれはあの私が地球シミュレーターの あのお設置してるとこに行ってデジカメで撮ってそれでまあこの形にしたんですけどもそれからえその一つ手前が、えー、っとこれが、えー、2代目ですね2代目です、うん、それからまあそのちょっとこれ影になって光見えないですけどこれは、えー、初代ですけども こ,れがえー、この箱が512個あったんですけども、まあ、だんだんあのスピードが上がって省、えー、エネ化されて、えー、スペースは小さくなって予算も削減されてだけどまあ性能が、えーっとまあ、20倍ぐらいにはなってるんですかね初期の頃から比べて、えー、ただあの地球を計算するっていうのは、うん 実はあの分業ができない分業が難しいんですよね。他の分子計算とかだったらですね領域を分割してそれであのそれを分担すれば計算濃度が多ければ多いほどたくさん早く計算できるんです。それであのトップ500とかって言ってるランキングもその分業がしやすい計算機。 については強いて強んだけども地球を計算すると地球の海というのは全部つながっててそれであの体積が総量は変わらないんですよね、まあ、多少膨張したりはするけども、うん、だから、えー、と地球のこっち側と裏側と全部の間の、えー、通信っていうのがものすごくあの、えー、たい大変で、えー、その一つ一つの濃度も あるんだけども濃度と濃度の間のデータのやり取りをものすごく早くするということにすごいあのお金がかかっていて、えー、そういう類の計算機としてやっぱりこのチッキーシミュレーターが一番あの性能が良くて、えー、たくさんの計算をあのしてます。うん、それでそ<う>ただ これとそのよそのスパコンと別に計算できる結果にあの違いがあるわけではなくてえこいつは一遍にあの100倍百百回の計算ができる要するにアンサンブル計算なんかにですねあのたくさんできるというたくさんのアンサンブル計算ができるまあそういうことでまああの地球温暖化の研究特にあの海 長期になると大気だけじゃなくて海の影響があるのでその部分を計算するのにはま早いということでこの90メーターの表面にもですねあの海の絵が描いてあって、えー、その海に強いんだという心意気がこの絵に表れてるんではないかなと思います。だ、はいいた時間になって なんだけどちょっとこの計算機の中どんなふうに計算されてるかをちょっと体感するためにですね最後ちょっとこっちに来てもらってえっとこのボードをクリックするとえー2つ行き先があるんだけども ファーウェルフォーザデスティネーションっていうところ、上の方をクリックすると、そちらにちょっと移動して、それで、えっと、視認距離を最大、1024メートルにしてそにそ一つ一つ、それからパーティクル数も最大、8000にする。そうすると、この一つ一つの点がですねす、 えー、ーパーティクルをが風に,<ー>に流されてるんですね。そうですねで実はセカンドライフの世界はちゃんとその2次元の,あの飛躍性流体のけ、えー、方程式を、えー、計算してるんですね。それで,でちゃんとあの地球の自転の効果が入っててこういうふうにあの渦巻きが出るんですね。うーん それで、えっとまあ、境界条件というのが、隣、まあのシムとの間の出入りというのが一応計算されているので、まあ、実際の大気とはちょっと違うかもしれないんだけども、こういうふうにあの渦,渦がちゃんと計,計算されています。それで、そのこの渦の効果をです、ね、実はこの上にあるのが、 こう長いフレキしこれあの風になびくようになってるんですねあ本当だえ揺れてますね揺れてるでしょそれで、うん、あの渦巻いてる部分もありますねうんこれはあのコメットさんって、うんえー、アーティストによるその風,、えー、風を目に見えるセカンドライフの風を 目に見えるようにしたアート作品ですけどもそれでえとこれえ一つ一つこのやっぱり格子になってるんですねこのセカンドライフでも格子状に分割してその間で計算してる、うん、でこんなふうなことを3次元地球全体について計算してるっていうのは原理はあの変わってなくて それをまあ大規模にしているというのが気、ま、候、あ、変動の研究で行われていることだと、はい、いうことでちょうどあの時間となりましたので今日はこれで終わらせていただきます。